選挙戦も残り、今日含めて4日間となりまして、私と馬場代表を中心に全国を回らせていただいております。で、私の方も、数えてみると約60選挙区20府県に、遊説に行ってまいりました。で、やっぱり行って感じることは今回の選挙においては政治と金の問題、それからその自民党の裏金問題にやはり国民の皆さんの怒りが頂点に達しているということは、どこの地域に行っても感じることであります。で、私どももこの政治と金の問題にしっかりと決着をつけるということをしっかりと地元でも訴えていきたいと、このように思っています。それからもう一つ我々がもう一つ大きく打ち出しているのが現役世代、そして、次世代への投資をしっかりしていくということです。これまで自民党公明党の政権はもうずっとですね、国民の皆さんの負担を増やし続けてきたということでありまして、防衛増税しっかり、異次元の少子化対策、これも社会保険料に上乗せして、安易にこの負担を増やしていくと、にもかかわらず、今回選挙では選挙期間中に報道がかなり出ましたが、公明党さんが低所得者に10万円を配ると、10万円配って喜ばない人はいないと思いますが、やはりこういうばらまきが選挙で行われ、そして負担が増え続けるというこういう政治をそろそろ終わりにして、やっぱり改革によって成長を描いていくという、そういう政治が、私たちがこれまでやってきたことでありますし、今回の選挙で訴えたいことであります。残りわずかとなりましたが、やっと我々のその考えもですね、かなり浸透してきたところでありますから、これからのこの4日間、今日入れて4日間となりますが、しっかりと全国の支持者の皆さん、そして有権者の皆さんに訴えかけられるようにしたいと思います。それから情勢は厳しい報道も出ておりますが、残り3日でどうなるかは分かりません。そしてまた自公政権の過半数割れの可能性もあるという報道も出てきてますけれども、我々としてはまずはこの自公政権の過半数割れを目指して、しっかりと支持拡大できるようにですね、頑張りたいと思います。近畿圏以外でもですね、近畿も非常に厳しい戦いが続いておりますが、近畿圏以外でも小選挙区で逆転の可能性がある選挙区が複数かなり出てきてますので、ここの手こ入れも、私は馬場代表を中心にしっかりやっていきたいと、このように思っています。ご質問のある方いらっしゃったらお願いします。はい、先ほど幹事長もちょっとお聞きありましたけれども、国境のところで自公に関する割れるということで言っておりました。収支の情勢調査を見てたら、そういったところが濃厚だという報道の一方で、維新さんの議席が減るんじゃないかというところがおっしゃっております。政治と金っていうのが一つ争点になりますけれども、その批判の受け皿としてですね、現状ちょっとまだ数審議の限りきっちりそこのあたりの機能は果たされてないというふうに思いますが、改めてどういうふうにですね、最初から見て政治と金我々はですね、有言実行でやってきた政党です。特にこれは自民党は全くやる気はありませんが、企業団体献金についてこれは厳しい姿勢で制度としてやめていこうと訴え、そしてそれを実践してきましたし、それから裏金問題では矢面に立たない、自分は知らなかったと言って逃げ回った裏金議員がたくさんいるところ、我々自身が会計責任者になると言って、候補者も含めて国政に関わる者は全員自分が代表者であり会計責任者になるという、この有言実行もやってきました。一方でやはり立憲民主党さんにどうしても物申したいなと思うことは、5月6月の政治改革の議論が佳境を迎えた時に、彼らはパーティーを廃止せよと、で私はそれはいいと思いましたが、その言ったその時期にですね、そういう議論が佳境を迎えている時期に大幹部たちがパーティーを立て続けに開催しお金集めをしていたと、これでメディアの皆さんにも相当厳しいご批判も立憲さんいただいてましたし、有権者の皆さんもやっぱりそれは納得できなかったところだと思うんですね。だから我々は、私たち自身の会はやはり有言実行でとにかく誠実性を示していくんだということを改めて全国で訴えかけですね、ただ口で言うだけじゃなくて、自分たちが今まで一番大事にしてきた身を切る改革、率先垂範するという政治を、政治姿勢をですね、国民の皆さんに分かっていただけるようにしたいと思います。でそれからもう一つは、私も全国回って改めて感じたというか理解したことは、立憲民主党さんは前回の3年前の選挙ではですね、共産党さんと選挙協力を全国的に
表でやりました。で今回はやらないというコンディションでスタートしましたが、各都道府県で見てみるとですね、相当協力関係にあると、そして住み分けもしているということが、まあ、明らかだということは私も現地に入って確信をしました。自公政権はだらしないし、今のこの負担を増やし続けるそういう政治はダメだというお声は国民の皆さんに大きくあるということは確かであるし、その受け皿が果たして立憲民主党でいいのか、共産党さんとそうやってステルスででも相当協力関係にあり近しい政策を訴えられている、そして何より立憲民主党さん自身も負担を増やしていくという、そういうこの例えば野田代表は増税方針も口にされていますし、私のカウンターパートである小川幹事長なんかはですね、消費税 25% まで給与できるという発言も過去にあったぐらいでですね、やはりそういうこの負担を増やし続け、国民の皆さんの懐が温まらない、そういうこの巨大二政党のですね、この自民立憲それではダメだという、そういうこのお声をですねしっかりと受けられるように、これからの残されたわずかの期間ですが、しっかり訴えていきたいと思います。まあ、これまでの定例会見とかですね、議席数の目標に関しては、一致して議席でも置くということをおっしゃってましたけれども、となると、まあ、現有議席というのは一つ基準になると思うんですが、それを、まあ、下回った場合ですね、多分っていうところも、まあ、可能性としては報じられてますけれども、そうなった場合の執行官としてですね、まあ、どういうふうに可能性を持っていくのかという姿勢を、まあ、見せるということを、まあ、今回されるのかどうか。まず今回の第一の目標はすごくシンプルに、その与党の過半数割れをまず目指すと、そういう意味において、この大阪そして兵庫では政権の一翼を担う公明党さんとも直接対決をしてですね、初めてのことでありますけれども、まずそこにしっかりと勝ち切り、そして自民党と対峙している選挙区では小選挙区で必ず勝ち上がるということを大目標にしてやってきました。で我々の議席については1議席でも多くということでありまして、比例に関しても、まあ、前回のこの議席をしっかりと獲得票数をですねしっかりと超えていく、投票率を得票数を上げていくということと、それから小選挙区については前回は、前原さんを除くと、後で入ってこられた前原さんを除くと、大阪の15プラス兵庫の1で16でありましたから、それを確実に上回り大幅に議席増を目指してやりたいと思います。結果についてはまだこの3日間もう皆さんどの候補者も死に物狂いでやってるところでありますから、それが勝った負けたということは今は考えずにですね、とにかく議席を最大化できるように頑張りたいと思います。最後の意見ですけども、一部報道でですね、自民党のその非公認の仕事に対して自民党が発動権を支給していたという報道がありました。改めて確認ではあるんですけども、日本新聞会としてですね、そういったその支部長が不在であるような支部に対して発動権を支給しているというのはあるのかないのか。うちはそういったことはありません。でこれ多分今報道で、2000万円、個人の公認料ではなくて、その個人が非公認された方が代表を務める、支部で、私も例えばここですと大阪12区支部というのを持ってまして、そこに政党交付金をお預かりして、使わせていただいているということでありますが、そのパターンはうちはないです。ただ都道府県連っていうのはもう決められた額が自動計算でしてますから、そこは国会議員がいないところもあります。でこの報道が、私も今日知りましたが、結局この500万円の公認料、それから1500万円の活動費という形で公認した方には出されていて、結局非公認の方にはその500万円の公認料がない代わりに上乗せして2000万円を配布したという赤旗の調査報道ですかね。でそれに伴って皆さんも裏取りされて、大手メディアの皆さんも報道されて、でそれは、森山幹事長も認められたということでお聞きしてますが、これ事実だとしたら私はありえない話だと思います。というのも非公認って言って表ではそうパフォーマンスしておきながら、金銭的には同じ支援をするということでありますから、それで国民の皆さんを、もし騙せるというふうに思ってらっしゃるなら、私はもう本当に自民党がもうこの金権政治、そして裏でそういうことをやっていても国民の皆さんは分からないという、そういうこの不遜な態度というか、そういったものは国民の皆さんは本当によく見てらっしゃると思いますから、私はその報道を受けて、もしこれが事実なら本当にありえないことだと思いました。ありがとうございます。はい、すみません。
朝日新聞かといいますか、はい、各種の情勢調査でですね、大阪府内の維新さんがですね、苦労されているような、そういうふうな数値が出ているのもあります、まあ、その現状に対するご認識と、またその苦戦の原因は何か、まあ、そしてですね、前回選挙との雰囲気がですね、少し地方議員さんとか話しているとちょっと盛り上がりに欠けるんじゃないかというふうな声もある中で、現状のその大阪の感覚みたいなものをお伺いを一つ願いします。大阪の選挙区はかなり厳しい選挙区があるというふうに認識をしています。で、戦前はですね、この維新が前回全ての擁立した選挙区で勝ちましたから、まあ、これは維新がそのまま行くんじゃないかというような雰囲気をさまざまなメディアで報道されましたが、私ら選対ではそんな甘いことはないということをもともと認識をしてましたし、そしてその接戦に勝ち切る、そしてその覚悟を示すという意味で、ね、返上するという覚悟を見せてですね、最終最後執念を持ってやっぱり自民党さん、立憲民主党さん、そして国民民主党、公明党さんを上回って小選挙区で勝つんだという思いで、まあ、やってます。ですから、その自民党さんもそれはただで負けないでしょうし、私の選挙区にも総理が昨日入られたというふうに聞いてますけれども、まあ、もう総力戦になりますから、それは戦前からですね、そんな楽な戦いはないということを認識の上で戦い臨んでますから、最終最後までこの3日間でしっかりと勝ち上がれるように戦いたいと思います。街の雰囲気はいかがですか？私自身はほとんど大阪におりませんで、大阪のちょっと雰囲気は肌感覚としてすいません、なかなか得られてないという状況でありますが、有権者の皆さんは冷静に見てらっしゃると思います。やっぱりこの、まあ、自民党 の、この今回の裏金問題の、その裏金問題 その自民党の起こした問題、そしてその対応の仕方に不信感があるというのはありますが、維新の会もこの政権を大阪で政権を担わせてもらってもう十数年ありますから、いいも悪いも実績を見られるし、その所作振る舞い、態度、発言、やはり厳しく見られる立場だと思いますから、しっかりと襟を正して、もう一度原点に帰って、ね、国家国民のため、そして府民の皆さんのために働く政党であるということを選挙を通じてももう一度再認識して頑張るというのが、まあ、我々ができる唯一のことだと思います。はい、最後の戦いです。まあ、大阪におけるその公明さんとの、まあ、バチバチであったり、あるいはその国民民主に本来あった維新が取られてるんじゃないかという声も聞かれるんですが、そのあたり肌感覚いかがですか？国民民主党さんは玉木さんを中心に非常にうまくこの政策の周知、プロモーションっていうものを PR をなされているというふうに思います。で、政策的にはですね、非常に近しいところもあって、自公やそして立憲民主党さんが負担を増やしていくような政策を出されている中で、まあ、とにかく私らと同様にですね、この税金や社会保険料をとにかく下げ、そして負担を、現役世代の負担を下げることによって、そして改革をもって、皆さんのこの購買力、消費を増やしていこうという方向性は私は賛同するところでありますし、むしろ我々が強く訴えてきたことでありますから、政策的には非常に近いというふうに思います。一方で我々もですね、我々との違いはやはりその徹底した改革で、そして構造改革 でなおかつ、まあ、国民さんは三別を通信とした連合さんのこのマニフェスト政策っていうものを母体としてやっておられるし、選挙の支援も受けておられますが、我々はそういった支持母体全くありませんし、だからこそこのしがらみのない改革をこの直球で言うことができると、まあ、そしてまた大阪ではですね、それを実現してきたという自負もありますから、まあ、ここは他党がどうとかではなくてですね、我々自身がどれだけここから最終最後まで我々のその政策と政治性を訴えられるかということに尽きるかなというふうに思ってます。抽象的な質問で申し訳ないですが、はい、逆風なのか、あるいは無風なのか、いかがですか？うん、それはちょっとそのどういう言葉が適切か分かりませんが、私も17年に初めて選挙出ましたが、あの時はものすごい逆風というのを、まあ、まだ政治家になってない自分、候補者として感じました。しかし21年につきましては、最終的にはなんか追い風のような形で最後伸びましたけれども、でも選挙期間中は全くそういう風も感じることなく非常に厳しい戦いでした。で、今回も同じくですね、やはり選挙となるとそれは候補者の全てが評価されるし、政党のこれまでの実績や
そして態度振る舞いも全て評価されるものでありますから、大変厳しいものだというのは違いないということだと思います。だから逆風なのか、まあ、無風なのかっていうのはちょっと言葉的にどれが適切なのか分かりませんが、今回も非常に厳しい戦いで、でもその厳しい戦いは我々が厳しく国民の皆さんに見ていただいていると、注目をしていただいているとプラスに捉えてですね、しっかりと我々のあるべき政治の在り方、そして政治姿勢を見ていただけるように頑張りたいと思います。時事通信の木と申します。今全体の情勢の方の中では、自民党自公の過半数割れというのが指摘される中で、与党側から連日の枠組み変更に関する言及もあります。まあ、実際、まあ、過半数割れなどがあったときに、維新の会としてはこれに、どういうふうに対応されるのかについてお聞かせください。まず私たちが自公政権に入ってですね、連立を組むという選択肢は私はないと思います。ありえないと思います。まあ、というのも、この政治と金の問題について政治改革の議論を相当私たちもある種の交渉、そしてこの対決をしてきましたが、前岸田総理についてはですね、お約束いただいた文通費、これについても結局私たちの約束を反故にしましたし、政治改革は道半ばで、それでうやむやにしようとしている自民党ということで、そこは相入れないというふうに思いますし、加えてやはりこの負担を増やし続ける、そしてばらまきをこの選挙期間中にも、まあ、意図してですね、それをこの選挙の時期に有権者の皆さんに訴えかけるような、そういう政治のあり方っていうのは私は全く相入れないというふうに思いますから、今の現時点で今ご質問いただいたように連立の枠組みに入るということはないと、全くないと思います。フリーネ横田はじめですけども、今日の吉村共同代表の凱旋でもですね、今おっしゃった連立入りはないという断言は してなくてですね、終わった後声をかけても無言のままだったんですが、連立する可能性はゼロだというふうに言い切ってよろしいでしょうか。いいと思います。街頭演説では実際にそういうふうに、公言なさってるでしょうか。街頭演説で政権の枠組みを何かお話したことは私はありませんし、おそらくそういうこの我々はですね、全国で自民党 その候補者とも戦ってますし、公明党の候補者とも戦ってるし、そして立憲民主党の候補者とも全力で戦ってるし、批判すべきはしています。まあ、ですからその戦いの最中にですね、その後の枠組みを何か言及するようなことは有権者に対して失礼だというふうに思いますから、まずは自分たちの政策をしっかりと訴えるということだと思います。先ほど申し上げた理由でですね、今の自民党のこのいわゆる政策、そして政治姿勢というのは私たちとは全く相入れないというふうに思いますから、何か連立がどうこうとかっていうね、報道言及が自公政権側というか自民党の森山幹事長含めあったようであったやに側聞しておりますが、まあ、私たちはそういうことは考えられないというふうに思います。馬場代表はかつて連立利用を示唆する発言されてますけれども、それはもう撤回されたと、現時点ではその考えは維新としては取らないと。馬場代表は連立入りを示唆したことはないと思うんですが、政治ですからありとあらゆる選択肢というのが排除しないという基本姿勢を多分いろんな議論の中で述べられたんだというふうに理解をしています。で、私はこの選挙に臨むにあたって、今回の先ほどご質問にもありましたが、その結果非公認の方に対してもそういうこの金銭的にはほとんど同じことを支援するという、公認なのか非公認なのか結果わからないようなやり方、そういう政治姿勢は我々と真っ向から違う異質のものでありますし、まあ、そういった姿勢の政党と何かこの戦いの最中でですね、こう一緒にやるというような、そういうような発想は全くないし、でそしてその結果に応じてですね、何か交渉してですねやるということは現時点では全く考えられないことだと思います。で、一方で立憲民主党さんは経済政策においてもですね、それから税社会保障の考え方でもかなり相違があるというふうに思いますから、野田代表をはじめですね、この立憲民主党側の人はこの選挙の前からもですね、新たな枠組みということも想起されながら我々とも接してきたことは理解をしているし、そこについては別に入り口から拒否するものではありませんが、改めて選挙を通じて立憲民主党さんとも我々の考え方はかなり違うということでありまして、そこと連携する、一緒に何か組んで何かをやるということも相当可能性が低いことだと思います。我々は政策ベースで是々非々で今までやってきましたから、その基本姿勢は全く変わらないということで、我々としてはその基本姿勢を大事にしていきたいというふうに思っています。
石破さんと野田さんどっちを選ぶかってなったらどうするんですか。それはどういう視点でですか。総選挙後、自分が過半数割れ、どちらも選ばないですね。ということは結果的に政権交代を阻む行動を取る可能性もあるというふうに理解して、政権交代がその多分皆さんが思ってらっしゃるように自民党公明党じゃなくその他の野党が一緒になると、私は政権を交代するというこの枠組みの中で何かあの全く考え方が違う政党が一緒になって、そしてまあ具体的に言うと立憲民主党さんと共産党さんが一緒になるような枠組みがあの果たして本当に国民の皆さんの安心安全を得られるのかという疑問はありますから、まずはこの緊張感のない自公政権、何をやっても許されるというそういうこの姿勢で選挙にまで臨んでくる、そういう自公政権を過半数割れさせてとにかく態度を改めさせると、で我々としては政策ベースでこれまで訴えてきたことがありますから、それが一つでも二つでも実現し国民の皆さんがあのに喜んでいただくというそういう基本姿勢を貫きたいと思っています。大阪と兵庫によって6選挙区によって、改めてそこの選挙区情勢についてと、あとはやはり公明党さんの方で、かなり医療制度改革について、厳しい批判が出ていると思いますが、これについてどのように感じるか。まず6選挙区の情勢についてはどこも非常に接戦の選挙区になっていると思います。というのも公明党さんというのはこの選挙においては非常に活動量も多く、私の地元なんかでも自民党側よりもですね非常に強いし、そして普段の活動もこれはある種尊敬に値するぐらいですね活発にやられる政党だと思いますから、自民党に対峙する以上に厳しい選挙区になるということは戦前から予想してました。その予想通りですね、非常に厳しい戦いがこの6選挙区においても続いているということでありますから、最後はどれだけ我々のこの思いっていうのが有権者の皆さんに届くかという戦いだと思います。それから昨日音喜多政調会長 と岡本光成さんかなが新装ニュースという番組でその件についても討論されたっていう、ちょっと僕全部見てないんですけれども理解してるんですが、我々は医療制度改革、これは社会保険料を下げていく、例えば医療費をしっかりと適正化していくということで訴えてきてですね、この窓口負担一律3割っていうことが結構やっぱり高齢者の皆さんにはネガティブに捉えられるということをっていうことは耳にも入っています。でこれしっかりと正確に伝えないといけないのは、まず医療費で適正化すべきところはしっかりとしていく、そういう構造改革をやるんだと。でその中で様々、例えばデジタルを使ったコスト削減で一元管理、それによって今の無駄を省いていくということがまず一つでありますし、もう一つはこの窓口負担改革ですね。これは高齢者の皆さん全て一律3割、原則と例外をひっくり返してですね3割にした上で現役世代の方も高齢者の方も生活が苦しい人には低率で、我々は幹部制度と言ってますけれども、低い部率で、負担が少ないようにすると、つまり世代で一律分けられていた給付と負担の関係を発想転換して、そして年齢じゃなくて収入の高または資産の高で持っている方は少ない方を助けるという、そういう新しい時代の在り方に変えるべきだということを申し上げています。ですから公明党さんがちょっと正確に何て言ってるか分かりませんが、もしよく世にある伝説のようにですね、とにかく僕たちは高齢者の負担を増やす政党なんだというのはただのプロパガンダで、間違ったプロパガンダだというふうに思っています。とにかくこの限られた資源を有効活用するために構造を転換していくと、で発想を転換して世代間でも支え合えるということをやるべきだというふうに思いますし、また公明党さんがそれを言うのであれば、その現役世代の負担がこのとにかく増え続け、そして人口も少ない、で元気をなくしていて購買力消費力っていうのが落ちているという現状をどう見るのかということについて、やはり解を持たないといけないと思いますから、そこについてのお答えというのは私は明確な答えを彼らはおっしゃられてないというふうに思いますから、しっかりと冷静に、制度論をやっていくということが全てだと思っています。自民党、維新と国民民主が連立を組んで、共産令和が閣外協力みたいな可能性はないんでしょうか。そうしないと政権交代起きませんよね。そういう立民と国民とうち、が連立組んで共産令和は閣外協力みたいな形もあり得ると思うんですけど、とにかく自公政権を終わらせると
ということで、そういう選択肢は考えられてないんでしょうか。これは前国会の時もずっと申し上げてきたんですが、立憲民主党さんと明らかに国家の軸となる政策において相違があると、でそこについて例えば表で議論しましょうと、でそれが相互理解であるということを私は立憲の当時の幹部の皆さんにもお願いをしてきましたし、例えば公開でディスカッション討論でもいいと思うんですが、それは憲法についてもそうだし、外交安全保障エネルギー、先ほど申し上げた経済政策もまあそうです。でそれは立憲さんからそこはそれはできないと、党内をまとめられないという、そういうお答えがあったと。でこれは私残念に思いましたから、そういうステップを踏まずにですね、組み合わせで何か連立をするということは全く考えられないというふうに思います。もともと自公も大きなギャップがあるのに連立組んでやってるわけで、それを言い出したら新しい政権ができない、政権交代実現しないじゃないかと思うんですが、その辺柔軟に対応されるお考えなんでしょうか。これからのその今後まだ結果は分かりませんが、仮にこの与党の過半数割れが起こったときに、じゃあ逆サイドがそのまま政権を、まあ、何か組み合わせで取ると、そしてまたそれが、まあ、その連立内でですね、その意見の相違がやっぱりあって、で国民の皆さんに喜んでいただけない政権になってまた戻る、いやいや違うまた戻ると、こういうなんかそういう政治の繰り返しっていうのは私は良くないと思うので、とにかくまずは今のたるんだ自公政権を過半数割れさせると、その後の世界についてはですね、その時に考えるべきことであって、でそしてやっぱり政策ベースでちゃんと合意をしないことには、それは自公政権も今のままでは私は全くありえないと思うし、今のままの立憲民主党さんもありえないというふうに思います。過半数割れ現実味を帯びてきたので、はい、維新の対応が注目されるんじゃないかと。まさか石破さんみたいに選挙が終わったらコロッと変わるんじゃないかなと。我々はもう有言実行ですから、そういったこの飴玉をしゃぶらされて揺れていくような政党ではないというふうに、まあ、私らの先輩から教えられてますから、私もそうありたいと思います。国民民主はでも危ないんじゃないですか。国民民主が連立にする可能性は、国民民主党さんはあるかもしれないですね。ずっとガソリン減税の時ですね、トリガーの時に、自公のこの予算にも賛成したぐらいですからね、だからそれは他党のことですから、まあ、玉木さん、新馬幹事長が、玉木代表新馬幹事長が考えられることじゃないですか、ではこちらで、はい、処理させてください。